平泉町は、東北地方の中部、岩手県の南西部に位置する町。平安時代末期に、欧州藤原市の本拠地があった町として有名である。当時は、平安京に次ぐ、大都市として栄えた。現在でも、中村寺や盲辻などの遺跡から、当時の繁栄をしのぶことができる。岩手県内で、最も面積が小さい自治体であり、東西1 6 1 5トル。 南北 8.51km の東西に細長い、町域となっている。町の中央が、北上盆地の一部を成しており、北上川が南流して、氾濫源を形成している。西側を、大宇山脈から東に伸びる平泉丘陵の東端、北側を衣川、南側を大田川、東側を北上川に囲まれたやや平坦な土地が、町の中心部となっており、ここに、 JR 東北本線、平泉駅や国道4号、町役場などがあり、また、欧州藤原市時代の陣や遺跡も集中している。なお、当時は北上川が現在より東側を流れていたと考えられている。平成27年国勢調査より前回調査からの人口増減を見ると、5.72%減の7,868人であり、 増減率は、県下33市町村中13位。高田地義常堂から見た、田橋根山と北上川。2008年6月撮影平泉は、衣川と岩井川に挟まれた比較的明けた、丘陵地帯に位置し、すぐ東には、北上川が流れているために、水運の拠点として優れた地域であったことから、奈良時代以降平安時代にかけて、この地を巡り、 各勢力による争奪戦が繰り広げられた。8世紀には、伊沢平野一帯において、大和政権とエゾ勢力との間で、軍事衝突が発生し、そのうち、最大規模の戦闘であった、延暦11年の大和政権の坂の上の、田村麻呂とエゾ法の当て類の戦いでは、平泉近辺が戦場となった。この戦に敗れたエゾ勢力は、 次第に衰退し、延暦21年の伊沢城追記によって、平泉一帯は、大和政権の支配下に入るようになり、間もなく近辺で莫大な金が算出することが、判明すると、水運拠点としての平泉の重要性は、いよいよ高まった。欧州藤原市三大造平安時代後期には、衣川を拠点とする地元の豪族であった安倍氏が、 不襲長として、奥六軍を支配し、近辺では、国士よりも、はるかに強力な勢力を持つに至ったが、前九年の役で、源頼り近義家親子に滅ぼされた。平泉は、その際に、源氏に味方した清原氏の支配下に置かれたが、清原氏の内紛である御三年の役を経て勝ち残った、清原清平が、 全9年の役で、安倍氏に味方して滅ぼされた実父の姓に服して、藤原氏を名乗り、本郷を江差し郡とヨ田間から、岩井郡平泉に移して、巨漢を建設した。以後、清平から藤原康平のまで4代に渡り欧州、藤原氏の本拠地として、映画を極めた。欧州藤原氏の治世下では今日でも有名な、中村寺や盲辻などが建立され、 さらに第三代当主、藤原秀平は、名馬や金を朝廷に、たびたび献上して、京都の文化を取り入れた。また、十三港やアイヌを介して、北総や宴海州とも交易をしていた。この時期の平泉の人口については、諸説あり、チャンドラーは、軍隊との人口比から、 平泉の都市人口を5万人と推定し、佐抜きと塩は、10箇所あった近郊が養える人口が、それぞれ1万人であるとして、最盛期の平泉の人口を10万から15万人と推定している。一方、あずまや江戸時代の作と考えられる、平泉前世図などをもとに、王子の平泉の人口を京都に匹敵する十数万人と、見積もる説が流布しているが、 アズ鏡の平泉に関連する記述には、かなりの数字の誇張があることから、実際の都市規模は、もっと小さかったと考えられている。しかし、秀平氏後の文治5年、源、義経をかくまったことから源の頼朝の追悼を受け、欧州17万機を要する安平は敗走の、混乱の中で家臣に殺され欧州藤原氏は、滅亡した。その後、 平泉は、欧州総武行として赴任した河西市の本拠となったが、鎌倉時代の平泉は、参勤量の低下や御家人の領地祭文化などで、次第に都市としての力を失い、中世末期までには、欧州藤原市によって建設された、造営物の大半が失われてしまった。江戸時代前期の元禄2年5月13日、平泉を訪れた松尾芭蕉は、 欧州藤原市の当時繁栄を極めた館のあった場所がデニアとなっている有様を見て、夏草や兵どもが夢の跡と俳句を読み、また口かけていたものの過労をじて光を残す。中村寺根次軌道においては、さみだれの子を残してや、行動の句を残している。現在では、日本屈指の米の生産地となっている。平成の大合併で、平泉町は、 両番地方の市町村との合併を見送り、単独調整の道を選んだ。当初は、平泉町議会は、市の関地方よりも隣接する、衣川村との合併の方が、平安時代の安倍氏や欧州藤原氏などの歴史的な経緯を踏まえて当然と主張していた。しかし、住民投票の結果、両番旧市町村との合併に賛同し、 両番地区合併協議会での決選投票の結果、平泉29票、岩井28票で新指名が平泉市に決定した。しかし、平泉市決定を前に、平泉町の委員が、花泉町の委員に対し、平泉市に決定しなければ、一緒に退席してほしいと要請していたとの噂から、不信感が広がり、合併が直前になって、 白紙撤回される運びとなった。この破断の背景には、旧一の関市において、新市名への抵抗が強かったことが、要因にあるとされる。結局、新市名をめぐる駆け引きで合併は撤回され、平泉町は、国営農地開発事業等により、課題債務を抱え、合併した際に、新市への負担が大きいと判断された藤沢町と、 共に合併から離脱する結果となり、平泉町と藤沢町を除く一市四町に村で新一の関市が発足した。農協、生協伝統産業郵便局平泉駅道の駅、平泉ナンバープレート以下の5つの資産が、平泉、仏国道を表す建築、庭園及び考古学的遺跡群として、ユネスコの世界遺産に登録されている。 テレビドラマテレビアニメ、ありがとうございます。